アイアンマンエクスペリエンスは香港ディズニーランドにあるフライトシミュレーター型アトラクション。マーベルコミックのアイアンマンをテーマとしたフライトシミュレーター型のアトラクション。このアトラクションにはスターツアーズ・ザ・アドベンチャーズ・コンティニューと同じ技術が使われており、総工費はおよそ1億ドルである。世界のディズニーパークで初のマーベルテーマのライドアトラクションとなる。このアトラクションは トゥモローランド内のスタークエキスポと呼ばれるエリアにあり、時代設定は2010年のスタークエキスポの数年後である。トニー・スタークは、アイアン・ウィングに乗ったゲストを新しく建造された、スタークタワーのある香港のツアーに連れ出すが、スタークタワーのアークリアクターを狙うヒドラとの戦いに巻き込まれてしまう。アイアンマンは、英語で喋り、アイアン・ウィングのパイロットとしてジャービスが登場し、広東語で喋る。 スタークエキスポを訪れたゲストは、スタークインダストリーズの創業者であるハワード・スタークと、その息子であるトニー・スタークの業績を見ることができる。さらにアイアンウィングをはじめとする現在の発明品を多数見ることができる。また、併設されているエキスポショップでは、アイアンマンに関するグッズが買えるほか、アイアンマンとのグリーティングができるアイアンマンテックショーケース。 ビカム・アイアンマンというインタラクティブゲームも楽しめる。ディズニー・パークにマーベルのアトラクションを作るという話は2009年から始まっていた。ウォルト・ディズニー・カンパニーの2013から2014決算スピーチの中で香港の財務秘書であるジョン・さんは香港ディズニーランドに新たなナイトタイムパレード、そしてマーベル・ユニバースからのキャラクターをテーマとしたエリアが作られると発表した。 2013年10月8日、ウォルトディズニーパークスリゾーツのトムスタグスが、香港ディズニーランドにアイアンマニエクスペリエンスが加わると発表した。設計は、ウォルトディズニーイマジニアリングが担当し、ビジュアルエフェクトは、インダストリアルライトマジックが担当する。工事の遅れにより、香港ディズニーランド鉄道の一時運休や、バズライトイヤーのアストロブラスターの ファストパス発見休止などの影響があった。ライドの試験運転は2016年7月に始まり、2017年1月11日にグランドオープンした。ありがとうございます。